ブルラジ。ネオ。ブルラジ。ネオ。ようこそアタックネオへ。液体洗剤役の杉田智和です。綺麗になりそうですね。ノエル・バーミリオン役近藤佳菜子です。本当に持ってる椿屋役今休みです。よろしくお願いします。お願いします。この番組はブルラジネオは、ブルラジネオはそうだね、現在大好評発売中のブレイブルークロスタックバトルの応援はもちろん、アークシステムワークスの様々な情報をお届けする番組となっています、はい、というわけでいつの間にか夏も終わり、4回目の放送を迎えました。本当に4回目、うん、だって毎回これ次はないと思って演じてるんで、うん、そうだね、うん、一応あのね、あるかもねみたいな感じでお届けしてますけどね、うん、先ほど分かんないじゃない、うん、そうだね、うん、でもね多分ねもうちょっと続くんじゃない。本当、うん、知らないけどでもそう言っとかないとみんなメール送らなくなっちゃうじゃん、うん、そうだよね、最終回かもしれないからと思うと送らなくなっちゃうから、真面目な話すると、自分で上げたハードルに対してどう向き合うのかみたいな ね、この言葉とかギャグばっかりが、芸人さんとかもそうだけど、一人歩きを始めちゃうわけよ、あるキャラクターが。そういうのに悩んでそうな人が今日ゲストだから。え、そうなの？そんな風には一切感じたことはなかったけど、でもあるのかもしれない。イメージってあるじゃない？見せないところ。それが先行しすぎちゃってて。ああ、そっか。本当は本人すごい真面目な人なので。いや、相当だよ。で、お芝居も達者だから答えられちゃうのよ。そうだね。故に悩んでんじゃないかなと思って。聞いてみよう。いろいろ聞いてみよう。そうだな。お伺いしたい。確かに。じゃあ一つだけメール読もうか。よし、行こう。はい、ではこちらです。ブルラジネーム。ブルラジネームでやっぱりボケたりするのは良くないと思うんだ、うんうん、教えて、ね、何て耳で聞くと下ネタに聞こえるみたいなブルラジネームが過去にいっぱい送られてきたやつ、ね、あ、私が気づかないやつ ね、うん、そう、うん、ダメですよ、人畜無害ロリッコハンターさんからいただきました。帰れ皆さん、ブルラジはいつも楽しく視聴させてもらってます、はい、今年の夏は気候が不安定で極端に気温が上がったりと思ったら大雨が降ったりと、うん、心身ともに休まらない日々が続いたかと思います、うんうん、私もそんな一人ですが、そうした疲れをギシギシ言ってるのは誰だ、ゲストか我慢できないの、ションベンに行くんだったら今のうちに言っておけないのまだ出てきてないのにいじるのやめなさい悪いな、はい、うん、たまの休日に、温泉に行きリフレッシュするのが最近の趣味となっています、うん、なるほど。パーソナリティやスタッフの皆様の休日の過ごし方、うん、また休日といえばこれ、そういった趣味とかこだわってることとかやってることありますかって、うんうん、今井さんってプライベートが謎だから、よく言われるね、うん、全然何にもオブラートに包んでないのに、みんなに言われるの、なんでだろう、事務所の人にも言われる、わあ怖い、でも分かんないって言われるんだけど、うん、私もう休みの日はひたすら貯めたこうドラマだったり、はい、映画だったりとかを見たりとか、あとペット、あ、猫飼ってるんで、うんうん、猫と一緒にずっとひたすら、うん、でも珍しいじゃん今日家にいんのみたいな感じで扱われるみたいなのが、かわいいな、うん、近藤さんは、私はあの、うん、某夢の国に行って、うん、あの BP をね、あのポイントを、はい、補充したりとか、バトルポイント犬と遊んだりとか、うん、バトルポイントです、日常戦ってるじゃないですか私、うん、BP を、うん、はい、食べてます。行動力みたいなもんだね、うんうん、杉田さん何してるんですか。休みの日は車に乗る、今車ですか、で実家に帰るかな、一回ぐらいね、杉田くんのね、運転で、うん、みんな乗ってどっか行きたいですけどね、命の価値が高すぎてね、うん、プレッシャーが半端ないんですよ、うん、いや、うちら後ろで応援する、路線の大変だぞ、これ、うわー、楽しみ、やだ、めっちゃ話しかけますよね、後ろからね、ずっと動画回しとく、うわ、きつ絶対乗せないからな、乗せて、うん、はい、というわけでね、たくさんお話ししましたけれども、はい、そんなわけでこの後ゲストの方にも登場していただきたいと思います、はい、お嬢様のように聡明なってハテナマークついてるけど、まあそういう役多いでしょうまあそうね、確かに、ご本人ももちろんそうです。おいおい、ブルラジ初登場のあの方が来てくださいますので、はい、お楽しみに。あ、もう他のゲームで声だけ毎日聞いてるから、なんかいつも一緒にいるみたいな気がいるんだけど、何のゲームかなそれではアタックネオスタートでーす選択しない、この番組はアークシステムワークス株式会社の提供でお送りします。ブルラジネオ。はい、改めまして杉田です。近藤佳菜子です。今井あさみです。はい、それでは早速ゲストをご紹介しましょうワイス主任役、ヒカサヨウコさんです。
準備はよろしくて。優雅に参りますわよ。おお、ドド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 ほら、達者だからできちゃうんだよ、ね、できちゃうの。はい、というわけで、はいはい、ヨッチ演じるワイス・シュニーというキャラクターなんですが、はい、どんなキャラですか？ワイス・シュニーはですね、うん、まあ、最初ルビーたちがいる学校に一緒に行くんですけど、うん、初めてそこでルビーたちと出会うんですけれども、うん、もう最初はそのルビーたちは落ちこぼれだと思ってるんで、はいはい、もう一切関わりません、私はもう、うん、もうトップよみたいな感じで、うん、まあ、ツンデレのお嬢様で、うんうん、エロゲーだったらその後暴漢に襲われる。やめろ、そんなやめろ、うん、でも強いから、強い反撃しちゃうよね。そうそうそう、あの強いなんかこうこわもての委員長が、うん、なんか家畜みたいな扱い受けてるみたいな、ね、で助ける助けないって変だった。あの本編にそういうような描写はございません。ありがとうございます。否定してくださってありがとうございます。だんだんそのルビーたちとこう戦っていく中でこう友情だったりとか、みんなと戦うことでなんか自分一人では出せない力が出せるんだっていうのに気づいて成長していくキャラクターになってます。昔はね、一人はねお蝶夫人とか、ね、なんかライバルキャラ、お嬢様みたいな、確かにそうでしたね、テンプレがあったんだけど、そうですね、今ないな。まあ、最初はでも結構ライバル関係ですよ、その早見演じるルビーとは。でもね、そのこのワイスも成長していくわけでしょ。それでそうなんですよ、一番でも変わっ、一のあのシリーズからは変わったキャラクターだと思いますね。でちょっとメールも来てるよね、はい、ブルラジネーム検温さんからいただきました。検温がちょっとね温度測ってますね。検査が、はい、検査がかけそうだからか。そうだね、運がね、それは検温、うん、あーストレートに言った。はい、というわけで喜んでる、喜んでる、ね、嬉しいね。一番好きなのはキリギリさんだから。確かに、やめて。さあ、岩井さん、近藤さん、杉田さん、そしてゲストの日笠さん、ブルラジは、ブルラジは、日笠さんといえばモノマネですよね。ちょっと待って、そうなんですか。最近お気に入りのモノマネありますかというね。はい、私モノマネ、うん、される方じゃない、されるされないです、全然。あんまり見たことないよね。されないし、しないです、最近は。いやでもね、ひよっちはめちゃめちゃやってるって聞いてる、モノマネ。え、嘘ですよね。聞いてる、聞いてる。今井さん、なんで嘘ついてる。ウィキ情報で聞いてる。私も聞きました、ウィキ情報で。世界一知りような、ウィキペディア消せそれ、そんなもん。あれ自分で消したら本当に本人かって疑われるんだよ。何なんだよ。自分でやらない方がいいよね。そうだね、ダメだね。そうそうそう。で、まあこういうの来てるんで、ここで杉田さんとモノマネ対決してほしいです。まあルールとかね、いろいろ細かいの、うん、いつもやってると思うから、二人はね、いつもやってる。ちょっとルールをちょっと決めていただいて。私細谷のモノマネすごい得意。おっ、いいね。じゃあ私からでいいですか。オチは絶対杉田さんね。分かった分かった、はい、行きますよ、はい、日笠ちゃんはさ、本当になんかさ、よく泣くしさ、そういうところがあるよね。どんなシーン。どうしたんですか。何かあったんですか。何怒られてなんか、ひかさと会話するとき大体、ひかさちゃんはさ、いや、絶対してない。わかります、わかりますよね。言うけどね。こんな感じですよ。じゃあちょっと杉田君、杉田さん。最近の小瀬谷君ね、はい。あ、杉田さん、最近僕、会話来たいんですけど、来たい方がわかんなくて、やりすぎじゃないですかね。大体ディスってディスってし、投げし。さあ、どちらが細谷さんのことをね、似ていたかというのじゃあ、これ誰が、森さん、誰が、森さんに判定していただきたいと思います。どうぞ。あ、じゃあ、ひかさん。あー、ひかちゃーん。というわけで、じゃあ、何かあげなきゃいけないけど、じゃあ、細谷にあげなきゃ。じゃあ、細谷さんももらってください、なんか。そうですね。何か差し上げるかもしれません。楽しみに。それでは、ひよっちを加えて、まずはこちらのコーナーやってみましょう。てめえに一問一答、ネオ。もうね、だいぶね、出しまくっちゃってますけれども、はい、ゲストさんの人となりをねほりはほり、まあ、大体分かったろ。ちゃんとしてる人って。そうだ、ええええ
この流れで答えてください。ちゃんとしてない人は答えられないもん。そうそうそう、聞き出していくよ。何か広げられないよ、うんうん、はい、というわけでリスナーの皆さんからいただいた質問を、はい、私たちが60秒間でできる限りひょっちに聞いていきます。わかりました。あまり考えずに直感で答えていただきたいと思います。はい、楽しそう。それでは行ってみましょう。ピカサさんへの一問一答スタート。今年の夏の思い出は？バーベキュー。得意な料理は？納豆ご飯。最近あった嬉しいことは？一緒にお芝居した人と一緒にの現場になった。今欲しいものは？愛。カラオケで一番よく歌うのは？カラオケ行かない。何味のうまい棒が好き？明太子？恋の秘訣は何ですか？恋の秘訣、全身。最近ハマってることってありますか？ハマってること、水を飲む。お魚ソーセージは好きですか？好きです。何これ、つい使ってしまう。ペロは？テーベロ。好きな楽器は？ベース。語尾は何ですか？好きな語尾は？語尾、ペロ。テペロ。テヘペロ。何これ、何この問題。意外にテンポが悪いんだ。じゃあ真面目な人だから考えちゃった。そうだね、考えちゃったね。で、出てきた答えがサホノっていう。やめて、恥ずかしいこれ。ヒカさん、恥ずかしい。愛が欲しいはちょっとまずくねえか。え、大丈夫か、どうした。いや、愛に溢れてほしいんですよ、うん、この世の中。一体どうしたんだよ、急になんかあのトキみたいなこと言い始めた。トキ、どうしたの、なんとの。急にトキみたいなこと言うなよ。え、料理うまいって聞いたのに納豆ご飯なの。納豆ご飯大好きなんですよ。確かにすごい食べてた、楽屋で。そうなんですよ、楽屋で納豆ご飯、楽屋で食べてた。ポテペピックのイベント一緒の日だったから1日目で。納豆めっちゃ大好きで、びっくりした。なんかね、ご飯がもう埋もれてた納豆、うん、何個かけたのに。納豆欲しいからな。はい、というわけでこの後はひよっちと一緒にこんなコーナーをやってみたいと思います。シュニー家の誇りにかけて、お嬢様格付けチャレンジですわ。おお、ひかささん演じるワイスシュニーといえば、大企業シュニーダストカンパニーのご令嬢であると聞いているわ。相当プライドが高いっていうことですけど。というわけで、ちょっと噛んじゃったわ。大丈夫ですか？これね、いやらしいの。ここから女性陣はお嬢様っぽい喋り方にって書いてあるけど、どんどんお嬢様じゃなくなってる。みんなあのストリートファイターのカリンみたいな喋りになってて、みんなどうしちゃったのかなと思って。はい、というわけで、このコーナーでは私、今井、そしてコンちゃん、ひよっちの女性陣3人で、うん、お嬢様の素質をチェックするお題に挑戦したいと思うの。出題されたお題に対して連想される回答を30秒で答えてもらいます。しかし私たちはお嬢様、ただ回答するだけでなく、よりお嬢様らしい回答をしてください。 なんかちょっと病んでるの、何なの。悪い人に聞こえるよ。病んでないですよ。悪い人に聞こえるよ。回答のお嬢様らしさに応じてお嬢様ポイント、通称OJP が付与されます。OJP。 1位に30ポイント、2位に20ポイント、3位に10ポイント加算。より高いポイントを獲得した方が勝利となります。なるほど。というわけで、私たちはお嬢様ですから、うん、OJP の判定は杉田くんの独断と偏見によって決定されるということなんです。任せください、お嬢様。ぼよみ。というわけで、ここからの進行は杉田くん、お任せしちゃうわ。それでは早速行っちゃいましょう。はい、わかりました。ちなみに模範解答は僕がやることになります。やった。お嬢様じゃないんですか。お嬢様だ。お嬢様みたいなのが、うん、なんかね、急にあの庶民の味に目覚めて、うん、ね、はいはい、これすごい美味しいみたいな言うのいいよね。カップラーメンとかね。そうね、うん、あの設楽先輩がたこ焼きを食べた時に何これみたいなやる、うん、ガールズサイド、あれすごい良かったね。あれ可愛かった。可愛いね。可愛かった。あれは可愛いの最高です。食いついてやばい。はい、進みましょう。どんなお題が来るんだろう。じゃあ行きましょう、うん、じゃあまず1番ですよ。お嬢様が求めるタッグパートナーの条件は。では考えていきましょう、はいはい、用意スタート。
が思うのはですね、うん、お嬢様が選ばれるといえばやっぱり CV が早見沙織さんであるっていうずるい、うん、ずるいよ。そういうのは本人がいる時に言わないと。前回言ってたちゃんと。前回はやっぱり過剰に自分をよく見せようとしてて、うん、僕すごい不自然だったと思うんですよ、うん、あ、気づいた、うん、なんか変に最初テンション低かったでしょ、うん、そう、低かった、うん、低いんじゃなくてあれ緊張してんのあれ。いや、そうだろうなと思ってたし、多分早見は気づいてて優しく包んでくれてたよ、うん、それ今今日来てる私に失礼今日はもう引かさだからさなんでそれ今言ったの収録中になんで言ったあ、気づいちゃん昔あったこと本当に何度も言うけど、うん、そうやって昔がおしゃべりクソババアとか、うん、引かさをみんなバカにするんだよあんたの相方が言ったんだよだから俺は逆に引かさで興奮するしやめて怖いの怖いのよそれから引かさのキャラの画像を集め始めて逃げてひよち逃げて、うん、いつも言うんです多分一番画像を保存したのはギリギリさんだと思う、うん、さあというわけで私たちの方も、はい、行きましょうか。回答を答えていくわよ。はい、まゆさん、はい、タッグを組むパートナーはイケメンの庭師。面白い。庭師だったら毎日庭で手入れをしながら見守ってくれてるみたいな意味。そうそうそうお嬢さん見てんだよ。あー、素敵でしょ。素敵。では駆け落ちするんです。あ、いいー。やだ。素敵。どうよどうよ。なんか分かってんな。やったー。分かってんな。いいね。そういうことかー。はい、こんどぶ。はい、こんちゃんだよ。やっぱりタッグを組む方はヘリコプターで送り迎えしてくださる方かしら。よかった、ヘリそのものかと思ったトランスフォーマーかって話だあ、それでもいいですねいやいやいやそれがいいそれがいいコケコカカカって変形してお待たせいたしましたでもなんとどうしてもこれなんとかクリニックがね出てきちゃいますよね。やめなさい個人所有のヘリの話だもうダメ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 はい、カサはい執事、セバスチャン。あー、これセバスチャンね。イラスト上手。すごい。本当ですか、うん、これあれ、まゆちゃん、まゆさん目もしかして節穴。うんあれ、あれセバスチャンの出てくるやつ出てた。出てないです、出てないです。出てそうなのにね、うんうん、なんかお声はかからないみたいです。あ、杉田さん出てる。これ、これドラマ CD だって。そうなんですね、うん、これ、片目だけ眼鏡してる、ね、羊じゃなくて、なんかそういう、そういう、うん、羊かな。羊かな。羊かな。すなよ。イラストがね、なんかね、羊っぽいなみたいなね。羊かな、はい、では、はい、そっちの方が羊っぽいね。かね、今井さん、20ポイント。やったー、うん、すごくいいと思います。書いとこ、20ポイント。コンドムが10ポイントです。やったー、10ポイントー。ついたの、私はゼロ。なんで、変わんないじゃん、羊とイケメンの庭師。いや、でも、これはね、なんでよ、仲介一番って漫画と同じで、先に濃い味を食ったら、判定が鈍くなるっていう。先に出てればよかったのね。割とね、そのネタが近いんだよ、今井さん。近い、近い、うん、作詞だな、今井さん、さては。じゃあ、次の問題いきましょうかね。はい、はい、第2問。お嬢様ならば、ラグナの技名、闇に食われろ。これをお嬢様っぽくアレンジして言い換えるなら何でしょう。難しいぞ、これ。難しい。闇に食われろ。では、いきますよ。よーい、スタート。突然ですが、2問目は尺の都合によりダイジェストでお届けします。ごめんね。みんなも回答を考えてコメントしてね。じゃあ、あと1問いきましょう。はい、こちら、アークシステムワークスの社名にもなっている、まあ、アーク ARC、 これはですね、アクション、レボリューション、チャレンジの頭文字なんです。では、お嬢様OJP 何の略なんでしょうかね。何の頭文字ですか。間違えて、ね、OPP って書いてある。 OPP じゃないですか、それ間違えた。 OJP だよ。どういう合ってんじゃん。 OJP ピンポンピンポンしたわ。よーい、スタート。なんだろう。こうやってお嬢様がもだえてるのが好きです。おおじゃなくてポッっていうね。何ポッ。これちょっと
こうやってもだえてるお父さんって可愛いな。なんで杉田さんの性癖こんなところで出んの。可愛いな。じゃなくてって何を否定したの。何、うん、いやこれが欲しいのかと思ったんだけど、じゃなくてって言って、いいね、ひどいね、主導権握りたいね、うん、いいですね。こんちゃんがね黙々とずっと書いてるの。今回は逆から、うん、聞かせ、聞かせ、いきますよ。おっぱいジャパン。俺杉田さん好きじゃん。好きじゃん。ニヤニヤしてる。すごいニヤニヤしてる。おっぱいジャパン。バーンって来ちゃうとさ、うん、なんかその、あのチアキング先生みたいなもんで、うんうん、逆に見ないのね。ああそうね、うん、それ逆に申し訳ないんだね。あちゃプロだからさ、うんうん、別にジャパンは全部バーンって出てるわけじゃないですよ、うん、いじられたよね、ヒカサね。あの何で、何の巨乳役が多いけど本人はってあれ、うん、あれかわいそうだったな。うっさいよね、うっさいよね。私はあるけど、本当は。え、私はあるけど胸、うん、うそ、ほんと触る、いいよ、おじゃんだよ。何やってんだよ。何照れてんだよ。今なってたよ。じゃなくてになって。じゃなくて、そうになってる。じゃなくて、もう見てるだけで。びっくりした。今なってたよって言って俺の股間指さしてのかと。やめてな。斜め上のこと言ってくれ。なるほど。なるほどじゃないの。そう、そう取られるんだと思って気をつければこれから。気をつけよう。そうか。あ、じゃあ私行く、私行く。あ、じゃあ行きます。はい。行きます。はい。OJP オレンジジュースピャー。あ、ウケた。ウケた。やった。スイカさん、ちょっと今井さんのやつ好きすぎません。いや、なんか僕やっぱ俺もあの石田明さんと同じでシンプルなギャグに弱くて。ピャー。でもオレンジ色のねペンがなかったからちょっと茶色い飲み物になっちゃった。こういうところにツッコミどころがあるね。なんかちょっと方向性似てますもんね、杉田さんと。ピャーとかポーとか。やだ、毒されている。ピャーとかポーとか。むやむやみに食われてる私。もう100回以上やってますからね、この番組だよね。はい、はい、もうこれほんと最後。ラストラスト。ほんと最後、ごめんなさい。はい、おこがましいわ、女子にお支払いさせるなんて、ポイント30あげるわ。はい、はい、いや、でもこれ、僕は、はい、過去遊んだゲームのお嬢様キャラ、こんなようなこと言ってくれるね、うん、こっちをペット扱いしてきて、うん、なんかポイントみたいなのがあって勝手にやるんだけど、うん、なるほど、そんなゲームの。ポイントが溜まったらどうなるのって言ったら、うん、まああとは分かってんだ、あ、結局好きだったんだみたいな、ね、トラブルもしちゃう。あ、じゃあこうちゃん、これ交換ポイント、交換ポイントかな、来るよ。でも一番お題に合ってたのは実は近藤さんです。なるほど。じゃあおのおのの点数を発表してください。近藤さんは0点です。なんでよ。今井さん面白いんですけど、うん、お題から外れすぎてね、0点です。あ、やー寂しい。近藤さん10点です。あ、10点やった。はい、いかがだったでしょうか。それでは結果発表です。はい、今回は最もお嬢様に近いであろう存在は今井さんです。やったどっちかっていうと大喜利が上手な人っていう結論になりましたね。大喜利大嫌い。嘘だ。大喜利大嫌いだよ。はい、なんか大喜利のお嬢様と化した、うん、今井あさみさんにはですね、うん、茶色い封筒に入った何かが効果的だったと思います。なんか茶色いでかい封筒、でかい封筒、はい、これラムタラで天気だった時こういう袋に入れられる。そう思って出すの嫌でしょ、うん、食べ物だったよ、どうしてくれんの。食べ物だったよ。え、食べ物、納豆じゃないよね。じゃ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 、納豆色のシュークリームでーす。ちゃんとしてる。茶色、茶色。これなんかナメック星人の肌の色みたいなの、これ抹茶かこれ。うん、抹茶です。どっちか食べる。よっちあげるよ。恵んであげるわ。急にお嬢様、お嬢様、お嬢様。普通に底意地の悪い人になったら、ね、ひどいわ。はい、このコーナーでは今後ともゲストと素敵なタッグを組んでいけたらいいなって思っています。はい、以上、お嬢様格付けという名の大喜利チャレンジのコーナーでした。イエーイでした。ブルラジネーム、ネギチャーハンさんから届いたポエムだよ。お日様はみんなを照らし、お月様はみんなを守り、お星様はみんなを励ます。雲はそんな彼女たちに嫉妬して涙を流しながら覆い隠す。でもどうか泣かないで、僕らは君の一番近くにいるのだから。あれこそまさに
混沌たる化身、暗闇の雲。ああ、波動砲が来る。ああ。あの例のテーマのイントロをみんな想像しましょう。想像力ブルラジニュースネオ。はい、皆さんこんにちは。ブルラジニュースネオのお時間でございます。今回も製品紹介をお届けしたいと思いますよ。ヒカさんも手伝ってね。はい、番組でもお伝えしてきた通り、ブレイブルークロスタッグバトルがプレイステーション4、ニンテンドースイッチ、スチームにて現在好評発売中ですわ。全40キャラクターによる夢のクロスオーバーを楽しめる本作をぜひプレイしてみてくださいな。プレイしていいの？じゃあこの筆をくらえ。筆だ筆だ。あーやめて、筆だわ。母じゃないわ。母じゃない。はい、ラグナザ・ブラッドエッジ最後の物語、ブレイブルーセントラルフィクションが待望の任天堂スイッチにて発売が決定いたしました。本作は過去に有料 DLC として配信した追加キャラクターコラボカラーを初めから収録しております。本作からブレイブルーを始める方にぴったりのタイトルとなっておりますよ。いつでもどこでも割と何でも遊べるようになった任天堂スイッチ版ブレイブルーセントラルフィクションは2019年発売予定です。外でトレもできるのっていいよね。ストーリーモードも手元でプレイできるのも嬉しい等のコメントが欲しいですと書いてあったので今言いました。このまま任天堂さん聞いてますか。世界的に高い人気を誇るゲームクリエイタースウェリー氏とアークシステムワークスがお届けするアクションアドベンチャーゲームザ・ミッシング JJ マクフィールドと追憶島の発売が決定しました。美しいビジュアルと広大な自然、他に類を見ない独特の世界観で描かれる苦痛と再生の物語をどうぞお楽しみください。30年間愛され続けるハードボイルドアドベンチャーゲーム探偵神宮寺三郎シリーズが新章ダイダロスとして始動。繊細なタッチで描かれるドラマティックなストーリーにより没入感を意識したゲームシステムでお届けする意欲作。従来シリーズから大幅にリファインされたダイダロス・ジ・アウェイクニング・オブ・ゴールデン・ジャズ、どうぞご期待ください。そしてこちら、2019年発売予定の 3D 対戦アクションゲームキルラキル・ザ・ゲーム・イフに新たに2体のキャラクターが参戦いたしました。パチパチパチ。よいしょ。やっぱね、これはね、小清水ちゃんのテンションでいかなきゃと思って。え、そうなの？はい、うん、今後もキャラクターを続々戦しながら様々なイベントで私有コーナーを展開する予定となっておりますので、待ちきれない方は続報をチェックだー。はぁ、あ、飛んでた。違う作品だ。そのカッキーは違う作品。そうだね。はい、というわけで以上ブルラジニュースネオでございました。ブルラジネオ。はい、ブルラジネオデュオ、そろそろお別れの時間でございます。番組では皆さんからのメールをお待ちしていますよ。ご覧のコーナーまでどしどし送ってくださいね。ふーっ。お便りが採用された方にはブルラジオリジナル缶バッジをプレゼントいたしますよ。採用された方はお楽しみに。ふーっ。ブルラジに関する情報はブルラジ公式ツイッターでお知らせ中です。まだフォローしてないよという方はぜひチェックしてくださいね。やっぱフォローじゃないの。それか。マイさんが拾ってどうだ。ありがとうございます。フォローだよ。フォローだよ。ところで皆さん、ニコニコ動画と YouTube のアークシステムワークス公式チャンネルはもう登録してくださいましたでしょうか。ブルラジの他にもいろんな番組や映像を配信中です。まだ登録していない方はお気に入り登録しちゃってくださいね。お願いします。はい、というわけで本日はひかささんありがとうございました。ありがとうございました。なんかごめんね。ごめんな。うん、もうちょっと全力で謝ってもらいます。それはちょっとどうかな。それはどうかな。自分から結構
入り込んでいた口はあるよ。確かに、うん、なんか初めての気がしなかったです、うん、どうですか？そうだよね、うん、なんか5回目ぐらいの感じ、うん、絶妙な回数だよね。冒頭でさ、ほらなんか結構悩み多き女みたいにね、そうですよ、投げっぱなしなんですよ、杉田さんはそのなんかネタなのかわからんけれど、いや勝手に俺は共感して似たような悩みを抱えているのかもって思い込んでるだけなんだけど、うんうん、あいやもうそういう逆境とか、そうでもないですよ、そうイメージを跳ね返すからすごいよな。明るいかな。明るいですよ。明るいから。いや現場にやっぱりその日笠がいると、うん、俺安心するんだ、ね。あ、わかる。うん、私杉田さんがいると不安になる。なんだ。私もさ、なんかさ、いや今井さんすげえベテラン感出してる。すごい言われてもうやめてよ。私すごい大人しくしてるのに。このレギュラーでのすげえベテランみたいな人がいや実際ベテランなんだ。ありがとう。あのせっかく最後なのであのリスナーの皆さんに日笠さんから一言とか。この流れですか。バッとしてやれ、バッとしてやれ。そう言うだろ、なんかかー関係ない、ほらこのチンカスどもみたいな。言ってないです。何、最後はもちろんあのポーズをしてくれるんでしょ。どれポーズ、どれポーズ、何のポーズですか。どれ、なんかあんだろ、手のペロの、あ、手のペロ、あ、それか、そうなんよ、忘れてます。あれも何年前ぐらいだ。キャラがやってくれるかどうかわかんないけど、キャラやってくれるかもしれないですもんね。そう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 、一言お願いします。皆様へえ、ブルラジ聞いてくださってありがとうございました。こんな番組聞いてるやつお前たちみんなバカだよ。テレペロちょっと今照れたよね、うん、これだよこれ。今度いつ放送すんのこの番組は。ですね、次回の配信はですね、月頃の予定でございます。決まってない、決まってない、間違いない、決まってないし、ないかもしれないのこれ、もしかすると、うん、そうですね、いやあるよ、きっとあるよ。それではまた次回お会いしましょう。お相手はラグナザブラッドエッジ役杉田智和と、ナイルバーミリオン役近藤かな子と、椿彩雄役今井あさみと、ワイス主任役日笠陽子でした。バイバイ。この番組はアークシステムワークス株式会社の提供でお送りしました。幸せになりたい。ネオ。ブルラジネーム新藤さんからいただいた元気のないお便りご紹介します。皆様ブルラジは、ブルラジは、元気ないわよ、大丈夫。いや、ブルラジネームがまともだからよかったなと思って、うん、確かに。だって過去送られてきたのってノグソ君とか懐かしい、覚えちゃったよね、うん、新藤、新しく導いてくださる、うん、新藤さん素敵だわ、まともな人でよかった、うん、でもみんな元気にお答えしてほしい、はい、皆様ブルラジは、ブルラジは、ブルラジは僕は言わしといて笑う。何に続くの、何大爆笑なんですか。みんな言わされてて可愛いな。僕は行くわよ行くわよ、僕は友達とかに、俺の第一印象どんな感じだったと聞くと、うん、目つき悪いやつだなと思ったと言われました。他の人に聞いてもそんな感じの答えが返ってきました、うん、初対面の人に話しかけても目つきが悪いせい怖がられたりします、うん、ちなみに僕は今高校生です。多感な時期、どうか目つきが悪いと思われない方法教えてください、お願いいたしますと。これね、写真付きだったらよりね的確なアドバイスをねして差し上げたんですけど、ちょっと想像文でねアドバイスをしなきゃいけないのがちょっと心苦しいんですが、それじゃあ私が今から30秒くらいで幸せになれる方法伝授しちゃいます。目つきが悪いって思われるっていうことは、おそらくだけど、目のひよっちゅみたいに目がパチンってなってたら、そんなね、目つきが悪いなんて言われることなんて絶対にないと思うの。だから、目がパッチリ開いたアイマスクをかければいいと思う。あれ？あれ？この感じ。なんだろう。まともに答えてるんですけど、うん、いつもに比べてキレが悪いなって。ほんと？やっぱあれだから気圧が低いからかな。嘘。気圧が低いとさ、なんかないの？え？目頭切開じゃないですか。あ、さっきのヘリだ。ヘリヘリの人が、ヘリの人ドバイから招集じゃないの。何考えてる。間違いないわ。アイプチやればよ、アイプチ。メガネメガネメガネ
あのフレームの大きいメガネかけよう。優しい、レンズ入ってなくていいから。間違いなく新藤君は今杉田さんぽってなってますね。うわまあこれはこれで以上、一緒に幸せになろうね。ご視聴感謝いたしますわ。ほら筆をくらえ。筆だ、筆だ、筆だ、これが筆